ポンポン、今日のご飯は牛丼、それとマイマイ、ティーちゃん、はるか。本日の企画はマクドのメニュー全種類食べてみた。大食い企画がしたことなくて、このメンバーで、うん、だから、うん、したいなって思って、しかもマクド食べたかったんですよ。食べたかった本当に。だからこの企画を持ってきました。やったー、ありがとう。なんかどれも美味しすぎてさ、うん、お腹すいた。ね、お腹すいた。いっぱいあるんだね。いっぱいある。みんなどれなんかいつも食べるマクド？え、ダブルチーズバーガー。同じダブチー、ダブチー、照り焼き、照り焼きも分かる。あ、照り焼きあるね。結構エビかも。あ、そうだ、エビ。エビめっちゃ食べる。怖いな。なんか最近いい知人なの。いや、そう、大食い企画とかしばらくやってないから。活休中でしたからね、私たちは。え、みんな結構食べれる人？で、2人どうも。ちょっとこれからだね。なんかさ、食べれるって言って食べれなかった時がさ、怖いから。いや、でも全然いる、そういうのが。全然いる。あ、いる？この人とかこの人とか。気持ちは大量負けてない。だけど食べちゃうと一番最下位。ああ。今日は。今日は、じゃあ今日はマジで全部いけそう。本当に。マジで本当に今回はいけちゃうよって感じ。じゃあやっていきますか。はい。とその前に12月23日下北沢エラさんにてフルポン新体制初のファーストライブがあります。イエーイ。絶対に来てください。後悔させません。お願いします。お願いします。それではやっていきましょう。パンパン。ちなみにですね、はい、種類は20種類もあります。やばくない？やばい。1人何個？1人主語だから4個。4個も選ぶのも重要になってくる。そうね。ここでみんなで指差しで決めちゃう。何が美味しい？被ったらじゃんけん。被ったらじゃんけん。被んないやついけばいいんだよね。じゃあ、うん、そう、オッケー。じゃあ行きましょう。せーの、はい。私何これ新作って言ってたよね。そうです、これニューヨーク、なんかニューヨークデリシュリンプタルタル。美味しそう。絶対美味しい。絶対美味しい。チーズバーガーです。安定安定安定。私は照り焼きバーガーです。おー、安定だ。私はフィレオフィッシュにしました。サムライとかさ、新作とかさ、なんかボリューミーと、え、やばい、絶対そうだよ。え、でも厚みが結構そうだよ。え、じゃあ別に褒めてね、これでさ食べれないってなってもさ、別にさサムライ食べてから。いや、でもそれよりビッグバッグとかあるから。うん、そうだね。そうだよ。じゃあいただきます。いただきます。てかさ、思ったんだけどさ、最初にビッグマック行かなさ、もうやばいよ、これ後の方に残した。確かにこれ誰が行くかだよね。そうだよ。怖いし、みんなに譲り合いしそう。おいしい。いただきます。食べた人から次行っていいの？うん、はい。うまっ、うまっ、幸せ。毎日食べたい。え、トマト、トマトなの？トマト嫌い？トマトあんま好きじゃない。え、トマトの子？うん、優しい。ごめんなさい。苦手なものはひーちゃんに協力し合わないとね。タルタルソースやばい。うん、おいしい。めっちゃついてる。お前やばい。鼻もすんすんね。かわいいつき方じゃないの。あ、そこなんだみたいな。戦いにちょっとね、汚い、さすがにちょっと汚いわ、お見せいたしました。トークテーマ、うん、好きなタイプの男性。トークテーマ、好きなタイプの男性の、ちょっと考えさせて。めちゃくちゃオブラートに包んで言わなきゃいけない。オブラートに包まず言ってみてよ。包まずに、包まずに。多分やばいことになる感じ。気になる。オブラートに包むと男らしい人が好きです。あの永瀬智也さん、わかる？あのワイルド系。ワイルド系。あのタイヤタップみたいな。ダオンとって言ってた人。一緒にタイヤ食べたい。そこなんだ。バイク後ろ乗せてほしいとかじゃないんだ。え、逆に皆様は？めっちゃ年上。おじさん。そうそう。で、身長も自分より高い。うん。がいいかな。でも、ハルトがさ、身長150とかよね。あんまりいないよね、多分。ヒールとか履いて、それより下にならんといてほしい。あー。なんか、
え、ちょっと待って、ごめん、話振ったけどさ、え、なんでもいいの？やめてよ、ちょっと。え、どうしよう、ダブチ食べたい人いる？うん、食べていいよ、食べて、いいの？ありがとうございます。ということで、私2個目、ダブチいきます。うん、え、食べたの？うん、え、みんな早い、早いね。え、ちょっとビッグマックいっていいですか？うん、早け、救世主現れる。いい？お願いします。お願いします。ちょっとね、お恥ずかしい話なんですけど、私人生初めてじゃないかって。マジ？マジ？食べたことないの。へぇ、うん、じゃあ私は最後の食事。はい、え、みんな早いぞ、うん、お、頑張って、いい、いけそう、いただきます。はい、うん、あ、待って、もったいない、今の映ってた、いい、でっかい口開けた時、すごい、美味しい。うん、よかった、うん、うん、よかった。ついにどれ食べようかな。ねえ、どうしよう、早くないな、帰りが、うん、いいよ、うん、やった。でも辛いの行った方がいいよね、多分。あ、普通に辛いの、辛いのはこの2個かな、多分、なんかペッパーっていうのが。そうなんじゃない。これいきます。強い、ありがとう、マジ助かる、うん、これにしよう、うん、えぐちです、イエーイ。で、好きなタイプは、うん、うん、ここかい。私は、シンプルに嘘つかないと、うん、理由と必ず、え、過去に何か、うん、今言おうとした、うん、めっちゃ言われる、うん、これは分かるかも、うん、嘘は嫌だ、うん、え、じゃあさ、嘘つかれるのと、うん、例えば、浮気してたとします、うん、それか、もうなんかそういうちょっといい感じの女と出かけるみたいなさ、うん、素振りって分かるわけじゃん、うん、その時に、うん、あ、何々ちゃんと遊びに行くよって言われるタイプか、隠し通してほしいタイプか、どっち？言ってほしい。言ってほしい、ね、言ってほしいかも。言ってほしいけど、ないという女がいるのになんで遊びに行くの？それはそう、それはそう。当たり前。いや、なんかよくいるじゃん、なんかさ、彼女さんなんとかでね、みたいな女いるじゃん。うん、それを女友達と言い張る男に対して、なんかどっちかどうかなって思って。うん、私も嘘言ってほしいんだけど、嘘、ん、嘘つかないでほしい。あ、つかない。言ってほしい。あ、そういうことか。なんかこれ2択分かれん、結構確かに、ね、言ってほしいね。だって言わなかったも分かるもん、うん、え、それはかばれるから、うん、いいな、マジでいいな、マジで。お腹いっぱいになってきたかも、ほんとにするな、うん、うん、やっぱこれ1人4つ計算でしょ、だからあと2つ食べればいいんだよ、うん、そうだ、あと2つで終わるんだよ、あと2つ、2つって別に軽いじゃん、うん、そうだよ、2玉あるんだよ、これ無理よ、もう玉なんだ、しかも。え、うちの兄ちゃん結構調子良くない？無理、めっちゃいい、ハルトもなんだけど、あ、でも、2つ目早いよ、うん、言いたいことある、チョレットさんね、うん、最初選んでたの何だったと思う、覚えてる？うわ、確かに、ハルトも思った、確かに、確かに、2代目ハンバーガー、ねえ、ねえ、ハンバーガー、ねえ、マジで一人完全にダイエットさ、意識しちゃってるよね。ねえ、企画とダイエットだよ、そうだよ、違う、普通に食べに行っても、うん、これしか頼まん、でもチャレンジしてみれば、大きいやつ、そうだよ、でもどうせたっす、ねえ、ダメ、ちゃんとして食べてダメ、レンジ来たから、レンジ来ちゃったから、でもあれよ、今さっきちっちゃいの選ぼうとしてたからね、違う、でもさ、サブレバス食べれちゃうね、先に、確かに、でかかった、そう、そしてさ、そしてさ、え、ちょっと待って、そしてさ、でかかった、そしてさ、今まで全然食べちゃったもん、え、食べたよ、びっくり、あ、すごいわ、あ、すごい、意外といけるわ、かっこよ、でもちょっとお腹いっぱいかも、うん、どうしよう、次で、次チキンクリスプいただきます、イエーイ、ベーコンレタスの味、ね、ほんとにやめ、ねえ、ね、これいいよ、ちょっと待って、じゃあ見て、うっすいよ、見て、おー、やつやつ、ほんとに食べたら軽いのしか言ってない、誰かこの機械に食べちゃおう、うん、もうソルトが一番食べれない子、いや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 、だってさっきから撮ってるのダサいものに入れたくない、撮ってるの全部しゃぼっちいんだよ、でもまだ2個目って言うと1個しいところ、3個目今どういうとこだよ、3個目をそんな言うやったらでっかいの選ぶんやろやばい、燃焼組おもろいわこれでかいよね、これにしてよ、でかいよ、かっこいいと思う、かっこいい、だってサムライだよ、サムライ何個も食べてんだよ、かっこいいよ、
だって1回目サムライ食べたし、うん、えぐい、うん、えぐい、おぉ食べきれたらね、食べきれたらね、あとまた入れね、お母さんしますね、じゃあお母さん食べれないんでしょ、いっちゃうね、これだけ取ってうちなんかよ、取ってくれてありがとうね、どうもどうも、いや、食べてくれてありがとう取ってくれてじゃないけど、取っただけ食べてくれてありがとうね、まあ、小さいの行きたいな、ね、そういうのダメでもなんかもう名前的なね、うん、やつがでも結構やばいよ、肉厚とかね、うん、でもできれば多分うちら的にはスパイシーみたいな、こっちの方が辛みのやつ置いてほしいかなみたいな、わかりますね、でも全部スパイシーはさしんどいんだよな、確かにね、一人ぐらいはスパイシーってほしいよな、でもそうだよ、なんで入るかなと思って箸を持って何食べてたの、それと店の頃つくろ、そうだよ、今ないよ、今ゼロだよ、行くわ、うん、おありがたい、じゃあこれ買ってこれバビーで、ね、あんた今ないよ見どころ、食べた方が見どころあると思うよ、マジでじゃあいやお前そういうんだよ、俺が先生みたいなやつ、これこれこれ誰が行く、はるかさすがにそんなに言ってこれかんやんな、あ、じゃあこれまずこれまずスパイ、うん、なんかこれ侍取ってるしね、はるか侍2個取ってる、そうだね、そうだよ、2個取ってるから、ふぃー待ってるやつだからここに置いとく、ちょっと停止してもたやっぱりそれ食べたらでもさ、めっちゃかっこいいってなるよ、うん、かっこいいってなる、注射率褒めて褒めて、辛いって今褒めて間違えた間違えた、ね、もっと目立って目立って私辛いの食べてます、食べてます、2個目いいとか言った方がいい、嘘でも本当に嘘でもいいな、実際に1個目のは辛かった、あ、なんかピリ辛みたい、ピリ辛辛いはいけるから、うん、割とほんこほんこ、やばいね、お腹いっぱいな度数を言っていこう。じゃあ何割かみたいな。そっちから言ってって。私かな100だよねマックス。うん。3、4、5、3、4、50ぐらい。え？余裕やん。え？余裕ってことそれ。うん、え、じゃあ70ぐらい？わ、うん、からない。うん、1から10にしよう。え、じゃあ3、4、5。え、なんあるじゃん。6。余裕じゃん。すごい余裕。食べてた。ね、食べてた、食べきったね、強いよ、そら次、これ、辛そうな、USA で買えてる、いいよ、違うよ、食べてんだよ、で、4、5、6、7、え、うん、4、5、6、7、なんか幅広いみたいな、わからん、自分のあれも、うん、9.5、うん、結構いってるね、香り出ないかね、うん、すごいな、13.5 超えてるなぁ、すごいぞ、ほんとに、ご自分女子のタイムを発表してる人だよね、じゃあ、ほうは7.5かも、同じくらい、うん、9.99 限界やん、もう無理やん、うん、終わらない、あと1個、うん、まだこんだけしか食べてない、ちゃんとやるの、ほんとだ、どうしよう、これか、これがボリューミーだと思う、うん、ね、でも正味、うちこれしかわからんから、これがちょっといいかなと思って、いいじゃんこれ、いいじゃんこれ、え、なんで、いいの、うん、これも、まあ、いいかなって思ってるあ、これはやめた方がいいかもね、で、でもひーちゃん聞いて、うちらだけないなと 2.5 ぐらい残ってる人たち、確かに、え、もしかしてさ、これとこれがこうなる可能性もある、ちょっと待ってさでも、前々がそう、あともうちょっと、そうね、うん、なんで？もうこれで終わらす気やろ。次の顔はそうだよ。そうですけど。食べるよ別に。予約してるもん。うん、いい予約して。うん。これ。寝てる？え、これしか食べるのははるかでも味的に。予約したい予約したい。いや。はい。これ。お茶はこれやんうち。うん、じゃあこれにしますか。おお。やばい。後悔重いこれ。パン全部重いんじゃない？一回天国見る？一回天国見る、見よっか、うん、何の時間みんなで見上げるという未来を見えるって言ったらなんか、うん、見えるよ、どんな未来？天国、うち、うん、でもちゃんと、うん、お腹いっぱいって言ったら駅まで歩いてって、え、あ、よかったそこのもまけそこ割り越して食べれてるよ、え、みんな食べれてる、誰食べれてない、はるか怪しいやばいね、うん、もう本当にやめて、本当にこれ行くの、うん、
ずいな。あれおかしいな。おかしいな。何これ一緒じゃん中に入ってんの。とりあえず2個置いて前前がどっち選ぶか見よう。あの先に食べ終わってる人に選択しよう。ねえ。ほらよ。ほら。どうぞこれ。あこっち行こう。分かってんね。最近ここに来た割には分かってんね。誰？誰？分かってんだよ。何したら食べれるようになるんだろうね。なんか、ね、魔法の言葉しかないのかな。催眠術。なんかハルトかっこいいよ。ハルトかっこいい。食べれるハルトかっこいいよ、うんうん、食べれないハルトダサい、うん、食べれちゃったらダサい、ね、半獣やだよ。食べれちゃうわこれ。なんでそれってさそんな食べれるようになるの、うん、それ止められただけで。え人間ってそういうのなのかな。食べただけだよ。違う、一回ソルト行ってみてみんな。ソルト行ってみてみんな。偉いよね。偉いよ。偉いよ。え、かっこよマジで。かっこいいよ。かっこいい。こんなビッグマックとか食べちゃって。かっこいい。かっこよすぎる。かっこいいな。進め進め。進む。進む。進むんだよ。すごいな。え、ソルト食べる？そうだよね。そうだよね。食べる。面白いことして笑わせてくれたらいいよ。おお。頑張って。オッケー。頑張ってよ。じゃあやるわ。うん。非常口。あ、もう一個もう一個。待って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 。ごめん、やってほしい。もう一回お願いします。何でやったの？非常口。生きてきてないよ。やばい。やばい。息するのこと覚え出して。酸素足りてなかった今。息して。非常口。あはははは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 。息たんじゃないの。息たんじゃないの。顔がめっちゃ非常口。あはははは。あはははは。じゃあ最後の一口。おお。わかんないけど、せーの。ひどくない。なんかさっきより受けたんだけど。なんでひーちゃんがさ、サボテンに見える。ひーちゃん何でも例えられちゃう。もうクリスマスティーとか何でも例えられちゃう。だから何言ってもいいと思われちゃってんだよ。舐められたな。特に覚えてない。なめても許してくれるもんね。許しちゃうね、はるか。なんかもう、うん、かわいい。それがそれがいいのよ。絶対使ってよ、ほんとに絶対使ってね、ここ。嬉しい。画面録画して目覚ましにする。カットしようかな。え、マジそれ一番嬉しい今。頑張れちゃう、めっちゃ頑張れる。もうフレームアウトしてるから。頑張れよ、はるか。いったね。おめ、そんなちゃんと3個は食べたからね、はるか。うん、食べたからね。まだよね。偉い。ソルトと同率まで来てるから。確かに。でも結構時間経ってるけど、マジで食べれてないもん。え、うん、変わってないもん、量が、うん、やっぱ人間ってそんなに物を食べてはいけないんだ。ね、でかいな、なかなかと。それもねえねえ、前いっぱい食べたの。あともうちょっと。お腹食べる。追い抜かれてるよ。やばい、ね、みんな食べてる、やばい。あ、じゃあ食べ終わった。おー頑張るわ。みんな帰るも遅くなるけど、ごめんね。ちょっと待って、えっとか言わない。終わった人から帰っていいとか、そういう制度ないよ。確かに。それなら頑張れる。うん、頑張った人、頑張る。はい、頑張って帰る。おおおー、いいね、ここの体力
がかじったとこだけ食べるから、こう包丁で切ったらこっちからこっちで誰か食べて。え、ねえ、それ食べるから、ちょっとこれ食べてほしい。本当に？でもどんどん減ってってるよ、そっちほら。減らしてる。こっちも減ってんじゃんかよ。こっちも減ってってるよ。いいよ、でも交換しろって。やったやん。おお、やった、ありがとう。優しい。いいよいいよ、全然。これ半分こしました。半分こしました。みんなで食べよう。みんなで。おいしい、めっちゃおいしい。ありがとうございました。ありがとうございました。おいしい。あーじゃあさ、じゃあさ、最初からさ、誰が一番おいしそうに食べれてるか選手権。見ててね、じゃあ感動分とかだ。いただきます。うん、あ、やった。あ、ありがとうございます。次、あ、ちょっと一回待って、一回待って、一回待って。あ、そうです、そうです。うん、うん、うん、あ、1位だけ発表でいいですか？決まりました。私から見た美味しそうに食べる人ランキングは歯です。おー、なんでよ。え、もうまずはるかは口に入れるときにもう食べれたから食べてた、もう無理みたいな。なんで？そのとは、まあ、やっぱこう、せっかくの顔が隠れて、でもファはもう食べるときからすっごい審査員。前々は前々は的確に、でも前もファだった。え、この二人やんなくて大丈夫？美味しそうに食べる選手権。あ、やんなくない、もうないからさ。いや、でもあるよ。やりな。はい、美味しい食べる選手権しな。最後だから一口で食べていい。一口で取れば美味しい食べれる選手権。会場違うから、会場一口で全部取れて。なんでこんな企画やったら。持ってるってことは、こっち側の人。結構でかい。決勝戦、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 みんな一口で行くじゃん。あ、せーの、よーい、スタート。いいよ、佐藤さん。うん、おいしい食べっぷり、すごい。おお、おいしい、おいしいね。伝わります、伝わります、すごく伝わります。いいですか、ワンピースあげましょう。1ピース。はい、次マナ。はい、じゃあいただきたいと思います。なんかもう美味しそう、見た目からしても、あ、ないけど私らしいね。オーディションだからね。オーディションね。あー、かわいい。おー、いいね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 、美味しそう。食べちゃって口に入れた後の顔もいいですね。美味しそう。はいはい、1ピースあげますね。変わらないぞ。はい、じゃあ次みちゃさんお願いします。いただきます。はい、あ、いいですね。いいですね。うん、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 なんか20しか見えないですね。うん、うん、あ、いい感じですね。ハンサムすごい。で、はい、審査員。うん、うん、ここの2人ですよ。うん、うわー、バイバイさんが。うん、ちょっと食べた後もね、なんか、うん、でも、ちょっとさ、なんか、うん、うん、やっぱり手がね、手がね、もったいない。1ピースの2ピースの0ピース。うちに関しては何も良かったところ、悪かったところです。なんかわざとらしい、ザ・わざとらしい選手権だった1位です。ありがとうございます。素晴らしかったですね。私からも前めちゃです。で、食べ終わった。食べ終わったね。すごい。なるほど。見てほしい、マジで。おー、あ、でも分かりにくいかも。あ、出てる出てる。でも分かる分かる。私たくさん食べたからな。私もいっぱい食べたから。ちょっと全然食べたよ。じゃあこれの次にハルペ行くから、うん、予約した。え、全然分かんないですよね。言ってやってください。分かんないです。何で出てきたんですか、前が。じゃあ私が言ってやろう。おー、出てるね。ありがとうございます。みんないっぱい食べて、うん、なんか
いい気持ちになりましたね。いい気持ち通り過ぎたけどね、3個目の前半で。え、でも、でも、なんか、こうやって初めての音楽めっちゃ楽しかった。確かに楽しかった。楽しかったよね。またみんなでしようよ、こういうの。したい。ポチ入れてまた6人でしたい。うん、やろう、この企画。選ぶ系あったら絶対、ちゃんと選ばせよ。え、ちゃんと選ばせよ、ほんとに。次は、周りに選んでもらうよ。あ、そうそう。自分で選んだらまたザコみたいなの選んじゃうから。分かってんのかい。なんでやらなかったんだよ。絶対わざとやん。じゃあまたしましょう。はい、はいはい、この動画がいいな、僕も私も食べたいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。また次の動画も見てください。バイバーイ。